今年も鈴鹿8時間耐久ロードレースに熱いバイク魂たちが集まった。そこにバイクを愛し8体を愛す一人の男がいた。テストライダー学、そのルーツに迫る。テストライダーって別に順位がつくわけじゃないですね。いいんじゃないですか、日本のバイク業界にとっては。残念ですね。まあホンダの連覇が止まったっていうのもあるし、人と知り合えたり、人の輪が広がったり、世界が広がる。それがどういう形で誰が認めてくれて世界一なのかは永遠に決まらないと思うので、真夏の祭典鈴鹿8時間耐久ロードレース、通称8耐、日本最大のオートバイ耐久レース。1台のマシンを2人または3人のライダーが乗り継ぎ、8時間でどれだけ長い距離を走破したか競い合う。ライダーは最高速度時速280キロのスピードでスプリントレースの3倍以上の距離を走行する。鈴鹿サーキットのコースは全長 5821m、 8時間で平均210周は走破するトップクラスのチームで換算すると、その距離 1222km。それを新幹線の距離で比較すると東京博多間の距離を超える。7月の中旬、都内のジムでひたすらトレーニングに汗を流す彼の姿があった。今年でデビュー17年目になるライダー鎌田学、マシン開発に携わるテストライダーとして活躍している。近所の仲間とバイクを乗り回すことが好きだった。きっかけは仲間と始めたミニバイクレース。それを機にレーシングライダーとしての道を歩み始めていった。鈴鹿8体は今回で14回目という学。2003年には自ら総合優勝も果たしたベテランライダー。サーキット上走るのは特に興味がなかったんですよ。とにかく誰にも束縛されず拘束されず自由気ままに乗り回すのが好きで、まあ少し大きなサーキットをね走ってる時に頃に、まあ、連れてかれて、まあそれでもそんなに大した刺激は受けなかったんだけど、まあちょっと光ってる速いライダーがいて、まあ結局その人が、まあ、僕の恩師に当たる人なんですけどね、まあ、その人を見てああまあああいうのも割といいかもしれないな、影響力のある人がいたから、うん、バイクがかっこいいんじゃなくてその人が光って見えている。7月11日閑散とした三重県鈴鹿サーキット。この日は鈴鹿8体に向けてマシンのセットアップをするテスト走行日だった。おみきでマシンを清めるのは今回のペアライダー徳留和樹。彼はトップクラスの若手ライダーの一人だ。ガクとは一回り以上も年が離れている。顔だけなんですよね、いきなり来てると。エコの汗すぐかくてエコから垂れてる。体は汗かいてますけど、デブ鈴鹿8体は4年目になる徳留。今年は初めての第一ライダーとして参戦し、マシンの調整をリードする。こっちに乗ったらそのエンジンがちょっと重いというか、うん、そんな感じがあってエンブレ感があって、うん、車体を押し付ける感じはこっちの方が、はい、マシンセッティングについて徳留の疑問に耳を傾ける。2人で一緒に戦う8体はお互いに合ったマシン調整が鍵となってくる。ス前、学は徳留に対してある思いを語った。速さはね、もう十分あるんでね、自分が一番認識してると思う。今実際にその鈴鹿サーキットであのクラスのコースレコードホルダーなんですよ。一周走らせれば一番一応今速いんですよ。まあそれが8時間走った時にどこにいられるかっていうところですね。僕はね、結果を残してこれから世界に行くわけじゃないんで、まあ、彼がこれを踏み台にしてね、世界に行ける橋渡しになる結果につながればいいかなとは思ったんですけどね。本人も一番よく分かってると思うから、とにかく強いライダーになる、いろんなコンディションでも対応できる。もちろんね、その体力的な面を整えるのは当然の話なんだけども、まあ、ライダーとして許容幅を広く持てるようにしなければ、アクシデントが起きてあっという間に1周目で終わってしまったりする可能性もあるしね。決勝前日、鈴鹿8対恒例のイベントスペシャルステージが行われた。刑事予選で勝ち抜いた上位10チームだけに許される個別のタイムアタック。この結果で決勝レースのグリッドも決められる。2人は総合8位で予選通過、スペシャルステージに挑む。まずはアタックライダーとして学が先陣を切った。チェッカー後、突然レースが中断。青旗振られてて、で俺に青旗振られたんですよ、インラップ。インラップが青旗振られて、なんでそんなの来ねえじゃんって見たら、ガッシュ来て、まあ、うまくいけたんですけどね、っていうのを2個目、たまたま、おお、来たよ、これ、抜いてたね。原因は、レース進行のトラブルだった。再び走り直すことが可能になったが、学はそれを断った。多分現役バリバリのライダーだったら、もう一回走らせてくれるんだったら絶対に行くんですよ。さらにコンマ1秒、1000分の1秒でも冷たいから、僕はもうあそこで走って、そんなさらに命を削るような思いをしても得るものが少ないし、まあ相方がね、僕以上に確実にガンガン走ってくれるっていうのが間違いなく分かっていたからっていうのもあるとは思いますけどね。そこにはがむしゃらな走りだけではない、徳留の我慢の走りがあった。まあスペシャルステージは、まあ和樹のエンジンの暖気をしてあげたってくらいかなまあパッとしなかったけどね、まあ、無事に終われたし、決勝のセットアップが一番の目的だったから、まあよしとしておこうかなと思って。全ては明日の決勝、いよいよ決戦の火蓋が切って落とされる。7月29日、鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝。記念すべき30回目の栄冠を目指し、今年も熱いバイク魂が鈴鹿に集まった。耐久レースでありながらスプリント並みの速さを必要とする8体はスプリント耐久という異名を持つ。速さと強さを持つライダーだけが栄冠を手にすることができる究極の耐久レース。8体ならではの耐久レースの醍醐味に毎年多くのファンが熱狂する。この日およそ7万5000人が来場した。レース前ピットロードではライダーのファンサービスが行われていた。こんにちは。こんにちは。初めて見に来たの？いや、2003年に1回ここに来てる。ああ、来てるんだ。よろしく。ありがとう。学にとって14回目の8体がいよいよ始まる。2000年にホンダのテストライダーとして契約した年に、ホンダのワークスチームから8体も出場したんですよ。それはリザーブライダーとして登録されて、で、まさに今年の8時間耐久で40歳でトップ争いをした伊藤選手、岡田選手のペアの第3ライダーだったんです。で、優勝候補筆頭ですね。そんなチームのリザーブライダーで、でも何もないだろうと。それがね、日曜日のモーニングプラクティスで岡田さんひっくり返って、もう走れなくなっちゃったんです。だから事前に走行も10分か15分ぐらいしか走ってないしね、レースウィークに。ああ、やっぱり過程は大事だな、準備は必要なんだなっていうのも分かったしね。で、伊藤さんも転倒したんですよ、決勝中に。僕も何度も転びそうになって、いろいろちょっと条件が過酷で、その時に出た HRC のライダーで全員、バレンチーノ・ロッシも含めて転倒しなかったのが僕だけで、全員転んだんですよ。でもこれはもうどんなに遅くてもいいから転倒だけはしないでおこうと思って、もう本当にびっくりのペースでしたけどね。何度か完走して8位だったのかな。それでも僕にとっては最上位だったんでね、8体出場した中で。チームや伊藤さんにしてみればね、もうどうでもいい順位だったんだけど、僕はもう割とこんなんで8位だったらさすがワークスチームだなと思ってね。いろいろ最初はそういう意味じゃ大変だったけど良かったですね。順風満帆じゃないスタートは。勝つために大事なことは確実に次へつなぐことだった。どんなに速くても転倒したらそれまで。このレースが額を変えた。予選を勝ち抜いた70チームが8時間先のゴールを目指す。レースではタイヤ交換、給油など1時間おきにピットワークが行われる。メカニックもライダー同様、コンマ1秒も無駄にしない。立ち位置はもちろん、使用するツールの位置までが決められている。その時間およそ15秒。ライダーだけではない、チームスタッフ全員で戦う8体がそこにある。暴力的な暑さの中、ライダーはおよそ1時間も走り続ける。高熱にさらされた体。体をクールダウンさせる唯一の方法は、シンプルにもこの簡易用のプール。束の間の休息で、なかなかいいもんですよ。あのクールダウンがあるとないのとじゃね、随分違うだろうね、うん、レース中盤午後4時にもかかわらず温度計は真夏日を超える 34.7 度。エンジンの熱、路面からの照り返し、灼熱状態がライダーの体力を奪っていく。背中に積んでる水分の量もちょっとずつ飲むようにして、最初に調子乗って飲んじゃうとね、なくなっちゃうんでね和樹はなんか2回ぐらいあれが出なくてねしんどかったみたいね。まあ自分のせいだけどね。レースウィークに入る前の7月16日学は都内の公園でトレーニング合宿を行っていた。各チームに所属する後輩ライダーが参加。一番できそうな上半身に見えるいや神谷さんが言う通り見せかけだ、使えない筋肉だあのね、間がいないんですよ実際。まあ年がね、まあ今回のペアの徳留もそうですけど、彼らなんか一回りも下だし、その間もね5つ6つ下だったりするんですよ。でまあもっと年の近いね彼らの先輩たちがやるべきなんだけども、あまりそういうポジションにいなかったり、あとはまあ一番は僕がやっぱりね先輩たちに物事を教えてもらって座ってもらって教えてくれる人がいないとね分かんないしね、いくら天才の人でも何をしていいのか分かんないしね、やっぱそういうのはね伝えていかなきゃならないんじゃないのかなと思ってね。ここからうんともうここくっつけるんじゃなくて全身で締め上げる感じ、上半身がバランスフラフラしないように腹筋周りぐーっと力入れる。腰が高いもんすでにトレーニングとかでも人をまとめてくれて、まあ、こういうやっぱり自分たちだったらやらないことでも学さんが仕切ってくれてやっていけることになって、自分たちもすごく気持ちを高められるし、まあ、体力的に足りないところも分かっていくので、そういうところはすごく助かっています徳留は今回学とトレーニングを積むために住まいを鹿児島から東京へと移した。世界で戦える選手になってほしい、速いライダーではなく強いライダーになってほしい。学の思いが後輩の心を動かした。翌日は徳留と2人だけのトレーニング。重さ4キロのボールを股で挟み、マットの上でバランスを取りながらライディングポーズを2分10秒キープする。名前付けるとしたら何て言うんですか？これ鈴鹿スペシャルっていうんだよ。ほら鈴鹿今5周分2分10秒が意味するもの、それは鈴鹿サーキット1周の平均ラップタイム。記憶した鈴鹿のコースをイメージしながら行う鈴鹿スペシャルはトレーナーと作ったオリジナル。フィジカル面はもちろん学が重視する強いライダーになるための過程があった。基本的に天才じゃないんで、もう常に何かこう努力してないとなんていうんだろう、こう前に進めないんですよ。もう手を抜くとそれなりの結果しかないし、うん、自分で行動しないとチャンスも得られないと。まあ途中からそういうのに気がついて、天才肌の選手とは自分は違うんだという考えで、まあ、自分はまたちょっと違うレールこう引いてやんなきゃなんないんだなっていうふうには思った時期はあったかな、うん、それは今も変わんない。レースは5時間を経過、チームは7位につけている。学は再び戦場へ戻った。レースも後半に差し掛かった。そんな中、学に歩み寄ってきた一人の男、レーシングフォトグラファーの瀬谷正弘氏。長年学を撮り続けてきた。学者はね、ある程度年いってるし、で経験もあるんですよ。そのテストライダーとしてのその鎌田学、それからレーサーとしての鎌田学で、それぞれのやっぱ顔を持ってて、でプライベートはプライベートの中でとってもこう人間らしい、なんか結構あったかいやつで。でひとたびこうレースの世界に入り込むと、やっぱすごいこうなんていうの、すごい狭い中でその自分の集中、自分をこう集中して高めてって高めてってこうテンションを上げてってそのレースに臨む。でその辺がね、やっぱプロフェッショナル、その切り替えがとってもうまい。でそのできることはやる、できないことはやらない。でその辺がすごいはっきりしてて、その有言実行、どちらかというと有言実行のタイプだと。で不完全なものに関してはそのなんつうんだろう、結論を出さない。で自分の足でこう、ね、歩いていく、それから自分の手でこう掴んだものに関する、なんかそういうこうタイプかな。レーサーとして考えていったら、純粋に考えていったらもっと悪いやつでもいいと思う。俺の走りの表現、俺が常にこうナンバーワンみたいな、そういう荒々しさ、そういうこうなんか闘争心みたいなのはもっとむき出しになってもいいかなって思う部分もある。なぜ学は特に冷静沈着に見えるのか。その理由の一つは彼の仕事であるテストライダーという職業にあった。人のために仕事をしてるんですよ、うん、誰かが結果を残すために最善のバイクをやっぱりこう用意してあげるための仕事。決して自分がそれにまたがって自分が走って結果を追い求めるわけじゃないんですね。それはもう割り切って、まあでもいい結果をね残してもらいたいですからね。うん、それはやっぱり世界の名だたる場所でね、そういうフィールドで日の目を見てもらえるバイクになってもらいたいなっていう気持ちでやってますよね。テストライダーって別に順位がつくわけじゃないしね、周りの評価だけなんで、日本一ではなく世界一のテストライダーにはねなることは不可能じゃないかなと思うんで、それがどういう形で誰が認めてくれて世界一なのかは永遠に決まらないと思うんだけど、うん、まあ、そういうのは追っかけてますよ、うん、まだまだ足りない部分はいっぱいあると思うしね。テストライダーとはレースマシンや新型車の開発に携わるライダーのことを指す。豊富な経験の中で育んだ厳しい目でマシンを評価し、完成するまで何度もテスト走行を行う。マシンのメカニズムを熟知することはもちろん、速さ、バランス、安全性など走ること全てにおいての項目を分析し、的確にエンジニアに伝えることを要求される。いかなる状態でも冷静な判断、分析が必要とされるこの仕事が、レーサーとしての学に新たな一面を作っているのかもしれない。しかしその裏側にはレーサーとしての熱い情熱も持っている。メーカーの仕事をするようになってからかな。でまあいろいろな場面を見て、トップの選手たちやスタッフで周りの取り巻きの動きを見たりで、勝つために何が必要なのかで、勝つために最低限必要なことは何なのかっていうのも見えるようになってからかな。うん、がむしゃらにやってるだけじゃダメなんだなっていうのを気がついてね。2003年の鈴鹿8大優勝候補が次々に姿を消す波乱のレース展開の中、学のチームは常に上位をキープし続け優勝を手にした。持てる力を常に最大に維持して走る、ここに天才とは違う学のレースマインドがあった。ライダーは8時間の間一瞬の気の緩みも許すことなく走り続ける。常に危険と隣り合わせの状態、過酷な状況下で走る8体は予期せぬところでアクシデントが起こる。去年暮れ、学もテスト中に転倒し脊椎圧迫骨折という大怪我を負っていた。オフシーズンに事故があって、そこからのリハビリテーション、仰向けに寝っ転がるということすら結構厳しい状況なんですね。それでもオートバイは決して降りなかった。今回負った怪我の時はね、考えなかったことはないですけどね。でも逆にそれと隣り合わせ、常に隣り合わせでやっているっていう意識で常にいるから、じゃないともうとっととやめてるでしょうね。少なからず、レースは。それでも学はレースをやめない。大怪我を負ってからわずか半年で今年の8大に出場。普通の人では真似できない行動だ。熱い情熱とアスリートの体力を持った学は紛れもない真のレーサーだ。一番は今はバイクを中心にね、人と知り合えたり、人の輪が広がったりね、世界が広がる、その中心にオートバイがある、それが楽しいんじゃないかな。レースは残り2時間を切った。8時間の長い戦いが終わった。学徳留のチームは好位置をキープし続け、総合6位でチェッカーを受けた。優勝を果たしたのは吉村鈴木。27年ぶりに手にした栄冠だった。惜しくもホンダの11連覇はならなかった。残念ですね。ホンダの連覇が止まったっていうのもあるし、日頃一緒に仕事をしてる仲間がね、残念な思いをしてるっていうのは確かに残念でしたよね。ただ鈴木さんもね、それだけやっぱりホンダの連勝を止めたいっていう思いはもう9年10年多分思い続けてきてたでしょうからね。いいんじゃないですか、日本のバイク業界にとっては。来年の HRC はさらに強いですよ、多分。学と戦いを共にした徳留は今回の8大をこのように語った。やっぱり 1,2 ヶ月一緒に学さんと生活させてもらって、マシンのセッティングのことにしても、メカニックに伝える言葉にしても、精神的な部分もすごく教わったので、自分としてはすごくいい8対2、すごいいい勉強になった8対でした。来年こそは絶対表彰台に上がることと、本当に後半戦頑張りたいなと思っています。8対を終えた徳留は、学が教えようとした強いライダーの片鱗を見せ始めていた。こうなるようになってたんだなって、しゃあないなとよく言うじゃないですか、日頃の行いが悪いとかいいとか、やっぱ関係してると思うんですよ。僕自身もそうだし、神がいるのかどうかは知れないけども、誰か決めてるんだろう。誰が決めているわけではない、神でもない、そんな彼の未来を決めているのは学自身。そこにオートバイを愛し、8体を愛するライダー鎌田学のルーツがあった。